テラノドン、めちゃくちゃ弱かった説。みんなが見たことあるこちらの恐竜は、プテラノドンといい、8200万年から7100万年前、白亜紀後期に生息していました。プテラノドンは現在飛行する動物では想像できないほどの大きさを誇っており、翼を広げるとその大きさは9メートルにも及びました。これだけの巨大であったにもかかわらず体重は空を飛ぶことに有利なように軽かったと考えられており、15から25キログラム程度だったのではないかと言われています。プテラノドンがこのサイズの動物としては考えられないくらい、体重が軽かった理由は主に骨にあるとされています。プテラノドンの骨は中身が空洞で非常に薄く、通常、最も重くなる胴体の部分の骨格も非常に小さいものでした。プテラノドンはグライダーのように気流に乗って飛んでいたとされており、体の構造上、陸上ではあまり素早く動くことはできなかったと考えられていることから、着地する場所にはかなり気を使っていたようです。彼らの主食は魚だと考えられています。そのため、基本的には海のそばにある崖から飛び降りて滑空していたとされています。今回は、古代を生きた最大の翼竜、プテラノドンについて、スレミンたちの反応を見ていきたいと思います。それではどうぞ。プテラノドンって実在したら最強じゃない？地球の覇権取れるわ。そう言われてみたらプテラノドンって天敵いたのかな？飛行速度が遅くてもまず捕まらんだろ。地上にいるとき殺され放題だろ。餌だけ取って高いところで食えばよくね。てか、飛べたのか知らんけど。そんな器用に飛べるかよ。あいつら基本は滑空だし餌場は海だからなし。恐竜とか、マジ怖かったと思うよ。滑空しかできないのに海行ったら死ぬやんアホス。落水して残念そうに沈んでいくプテラノドン想像して笑った。滑空しつつ魚取って気流に乗って上昇理にかなっている陸狙いだと着地しか選択肢がない上に着地すると死ぬ。飛べねえのかよ。じゃあトリケラトプス最強じゃん。小学生の頃見た恐竜図鑑で飛んでたんだけど。滑空能力しかなかった可能性が。数百メートルの山の上まで登山家よ飛べるに決まってるだろ。あいつら岩壁登るぞ。いやマジで。群れで狩りをし小型人間前後の大きさの二足歩行で肉食が最強だろ。ベロキラプトルとかな。ジュラシックパークで飛んでたじゃんかよ。飛べないとしたら翼らしきものをパタパタしながら走る姿は間抜けだな。プテラは翼が膜みたいなのでは生やした鳥と違って脆いからでかい割にカラスがドリルくちばししてきただけで終わりやで。でかいムササビみたいなもん。プテラのドンダメやん。ちょっと待てよ。プレシオサウルスって最強じゃね。結局どれが最強なんだよ。ラプトルの仲間で一番でかいの名前なんだっけ。ユタラプトル？それだっけか。いつぞやニュートンで見たやたらでかい恐竜あのでかさで群れなして狩りするとか恐ろしすぎる。飛べないのかまたロマンが一つ減った。ティラノも走れなかったってのはマジなん。それは嘘。体重設定がぶっ飛びすぎて鼻で笑うレベルのアホ理論。よかった、ティラノは走れるんだね。ありがとう恐竜博士。問題はその速度だな。こればっかりは諸説ありすぎてわからん。人気恐竜ランキングみたいなの見たらティラノサウルスが1位じゃなくてびっくり。地上歩けない骨ほっそでガリ薄い皮膜破られたら終わり。はない。これで最強とか。ティラノは狩りが苦手らしいな。他の恐竜の食べ残しとかを食うのがメインだったとか。スカベンジャー説は現在学会では否定されてる。否定してるのはティラノのイメージを崩したくない学者連中だと聞いたが、実際どうだったんだろうな。別にスカベンジャーでもいいと思うがな。ライオンだってハイエナの獲物横取りすること多いし。ライオンは狩りの成功率3割程度しかないカスだよ。そもそもハイエナは狩りの成功率7割ある優秀なハンターだし、ハイエナが買った獲物をライオンが横取りして、ハイエナがしょぼーんとして周りから見つめてるのを、ライオンの買った獲物を横取りしようと狙っていると勘違いされた場合もあるとか。死肉だけで補うとか絶対無理だから。あの時代はサバンナの日じゃないくらい競争相手も多いから、死肉なんてありつけるのが稀。ライオンみたいにうまくはいかんよ。しかもあの巨体、エネルギーを補うにはそれこそ、住んでる土地が死肉で埋まってるような状況じゃないと。死肉だけとは思ってないよ。ライオンタイプだと思ってるけど、肉体維持というが肉食動物別に毎日食う必要ないんだよな。それこそ1から2週間に1度自分の頭の大きさくらいの獲物食えれば生きていけるはず。T レックスは後退者で成長スピードがやたら速く、そんなペースじゃとても追っつかないと言われてるね。俺が生きてる間にクローン作ってほしいわ。宇宙の解明は無理だとわかってるから。DNA のコピーって結構大雑把な技術だからな。むしろクローンより宇宙の解明の方がリアリティが。じゃあさ、数世紀後にライオンの化石が見つかった未来人はライオンが屍肉を基本的に取ってたとわかるもんなのか。あのフォルムならめちゃくちゃ狩りしそうじゃないか。同時代に生息している生物の分布と、体格から1日に必要なカロリー量とを付き合わせてどうやって食料を調達する必要があるかだすんだろ。
あとライオンが死に口か漁ってないとは書いていないだろ。狩りももちろんする。あと視野や嗅覚器官の構造からも推測できる。天敵がおらず競争相手もハイエナやハゲタカくらいしかいない以上、そういう論争が起こるのは自然。散々論争するんじゃないっすかね、その時は。一応ちゃんと積極的に狩りしてたって証拠はあるんやで。トリケラとかその辺の食われる側の化石にはよく T-Rex の歯型、それが治癒した痕跡が残ってる。これは生きてる奴らを狩ろうとしない限りはつかないもの。あと T-Rex が狩りしてなかったと考えると北アメリカの生態系がおかしくなる。核融が多すぎて T-Rex ぐらいの絶対的捕食者がいないとバランスが取れない。以前、ムーで米軍がコロラド山脈高でサンダーバードを捕獲しようとして何人か死んだ。とかいうとんでも記事を見たんだが、そのサンダーバードを写した写真にプテラノドンが写っていた。頭の警官から電気を発生させるんだと。サンダーバードって戦闘機じゃん。アメリカの UMA のでかい鳥。そもそもあんなでかい生物が普通に生きてたこと自体ちゃんと解明されてないのに、今の常識でどうこう言える部分は少ないと思うが。一つだけ言っときたいのは、恐竜に関した話は全て推論、誰も見ていない以上今言われてるものが絶対に正解であるという保証はない。いつぞや見た、統計上地上では食物連鎖の上位から絶滅しやすく、海中では食物連鎖の下位から絶滅しやすいという話は面白かったな。ゆえに地上では昆虫や小型生物が生き残り、海中ではサメなんかが生き残ってるっていう。そう考えるとウサガメとかよく生き残ってるな。地球の歴史上では海中の食物連鎖最上位が強く進化しすぎて、海中の魚のほとんどがそいつになってしまったことがあるらしいな。ここまでスピノなし。スピノサウルスはどうなんだろうな。でかいけど魚が主食だったらしいし、まあ必要に迫られれば戦ったろうけど、あの背中のビラビラは弱点にもなったんじゃね。プテラノドン窒息ハセウォットプテリンクス最高。どう見ても飛べると思えねえ飛べたらしいが、ググったら骨の中空洞が低いから推定通りの大きさじゃ飛べないらしい。つまりケツァルコアトルスの方が最終的にはでかくなる。ウルトラサウルスとかいうやつは実在指定されたんじゃなかったっけ。うろ覚えだが、ウルトラサウルスだ。矢印よく見たらスーパーサウルスじゃねえか。スーパーサウルスはブラキオサウルスの生態でした。矢印つまりウルトラサウルスはブラキオサウルス。ウルトラサウルスの愛称が世界的に有名なのを承知の上で、韓国の古生物学者キム・オートリヒト氏が、自身が韓国で発見した全く別の竜脚類に、1983年にウルトラサウルスと命名し、中国の学会誌に記載した。そのため、命名権選手の原則によりドライメサの竜脚類にウルトラサウルスという名前が使用できなくなってしまった。ちなみにその金が発見したやつも上腕骨と大腿骨を間違えてたせいで、向こうドライメサの方も骨格の大半がブラキオサウルスのものだったから向こう不憫な名前よ。思うんだけど、昔はトンボは理論上飛べなかったみたいなこともあるくらいだから、意外と学者の話も当てにならないよな。二酸化炭素の濃度が違うから飛べるっていう学者もいる。そうそう、後で羽がカクカクってなってるから飛べるみたいな話になった気がする。あのマロカリスだって早く泳げない、矢印早く泳げる、矢印やっぱり早く泳げないみたいに説が変わるし、気にしなくていいだろ。あのマロカリスといえば、これ見た時すげえがっかりしたわ。実際どうだったんだろうな。実在する方年エビとかにそっくりだし、泳げると思うよ多分。ケツァルコアトルスが 30kg しかないとか言ってる時点で論外、だいたい 70kg。 しかしケツァルは確かに飛翔はできたとされるが、プテラノドンが飛翔できたかどうかは別問題。プテラノドンじゃ胸筋が足りないし、羽ばたくための筋肉がつくための骨表面スペースが圧倒的に足りない。よってプテラノドンは飛翔はできないが、飛んでさえしまえば滑空には理想的な体型をしているため、 U200km は飛べたと言われている。鳥の中でもアホウドリなんかの飛び方をしていたと考えられている。羽ばたくことはせずに翼が生み出す揚力だけでひたすらに滑空する。離陸の際は断崖絶壁で起こる上昇気流によって舞い上がる。ケツァルは地上から羽ばたいて飛んでいけるけどな。へえ。でも科学者の言うことは当てにならないけど、緩まぬ探究精神っていうか定説がコロコロ変わるのってマジで研究してんだなって思ってすごい癒されるわ。当時の海怖すぎはロス。カメかわいいな。かわいいだろ、アーケロンなんだぜ、こいつ。現代の海でも若干怖いのに、こんなのゴロゴロしてたら普通に死ねるわ。真ん中乗って頭でっかちなだけで、実際はもっと小さかったんじゃねって言われてるよね。軟骨でできた骨格を持つやつは化石として残りにくいから、推定でしか出せないんだよな。だから頭以外の体の形も想像でしかない。一応尻尾の化石も出てて3メートルくらいあるんだったかな。だいたいその7倍ってことで21メートルくらいだって言われてるね。頭骨からの推測だと28メートル。ただまあ何に一番びっくりするって、これでもまだ現存するシロナガスのがでかいって事実なんだが。アーケロン参考。なんでこんなにでかいん。酸素濃度が今とは違うから。
これは最強ですわ。ケツァルコアトルスちゃん。マダガスカル島で見つかった飛ぶことをやめた翼竜だっけ。地上をカッポして餌を探すケツァルコアトルスの図。奴は割と自在に歩けてたらしいんだな。地上からの飛翔も可能でまさに翼竜の完成形。制空権が大方鳥に奪われつつあった白亜紀末期に生きてただけのことはある。サンクス、こんなん来たら逃げようがないな。恐竜をはじめ巨大生物ってそれだけでワクワクするような、なんかこう、直接的なロマンがある。先生の解説、どうもピオ先生です。今回は、プテラノドンの真実をいくつか紹介します。まず、プテラノドンは羽を羽ばたくことができなかった、ということです。まあ、要するに自力で飛べないということですね。以前までは飛行能力そのものに疑問視されていました。しかし最近の研究から体重が過去に予想されていたものよりも、ずっと軽いことがわかりました。そしてアホウドリの比較研究から、グライダーのように滑空して上昇気流を捉えて飛んでいたことが明らかになりました。次に、プテラノドンは大量絶滅まで生き残っていなかったということです。映画ではティラノサウルスと一緒に描かれることが多いですが、実は同じ時代を生きていたわけではないのです。2体とも白亜紀後期に生息していたとされていますが、実際はティラノサウルスはプテラノドンが絶滅した600万年後の地球に誕生しています。つまり大量絶滅の時にはもうプテラノドンはいなかったわけです。では、なぜプテラノドンが絶滅したのでしょうか。それは、鳥類との生存競争に負けたからと考えられています。詳しくはわかりませんが、自力で飛べる鳥類と、滑空しかできないプテラノドンでは、やはり自力で飛べる方に軍配が上がったのではないでしょうか。今後研究が進んで詳しいことがわかると嬉しいですね。それでは本編に戻ります。バカ、プテラノドンが飛んでるとこみたい、恐竜博士はえ？プテラノドンは飛べないよ、風に乗ってるんだよ。滑空しかできないんや。海沿いに化石があるから海を渡る能力があったとか聞いたぞ。渡ろうとしたけど諦めて死んだんやろ。なんかええな。飛ぶの意味をめぐって国語学者呼ばなあかん。滑空した後高いところに歩いて登るってるんだよね。でかいモモンガじゃん。最近は一周回って飛べる説が有力らしい。滑空したところで着地かられて終わるやん。普通に羽毛ついてたんちゃうって気がしてきた。滑空言うてどうやって高いとこまで登んねん、飛べないとしたらおかしくないか。アホ踊りみたいな飛び方ちゃうの。昨日だか一昨日だか NHK でやってた番組では、なんか飛べるらしいと言ってたぞ。重力が軽い時代だから飛べたはず。落ちてるだけだ、カッコつけてな。滑空も飛ぶには入るんちゃうか。ケラケラトプス。あの小さい足で高いとこまで歩いてたんか。こいつって爬虫類なんやろ。飛べないわけないだろ、何のための翼だよ。あれ飾りやろ。最新の研究では滑空メインだが、ある程度の飛翔能力はあったってのが有力やで。特に風の強い場所なら風に乗ることは言うほど難しくないしな。地上から飛行もできたんか。風の強い場所に生息していたと思われる。一番有力なのは上にも出てるが、アホウドリみたいだったんじゃねって言われてる。アホウドリは沿岸部の上昇気流をうまく捉えることができて長時間滑空し魚を食べるから。プテラノドンもそうだったんじゃねってのが有力。プテラノドンは体重は15から25キロぐらいと言われてるから、あの大きさを考えれば沿岸部の上昇気流なら容易に飛ぶことはできたろうね。滑空するためだけに高い山まで徒歩で登ってるところ想像したら笑える。現代でも最大種の翼海長3メートルもあるコンドルは滑空しかできない。プテラノドンってシルエットはかっこええけど、冷静に見たらキモいよな。ハエイモモンガみたいなもんか。恐竜って結局なんで絶滅したんや。氷河期のせいなら人類もそろそろヤバいな。寒くなってくる、周期早くなってきたし、くちばし不便そうだよな。滑空できるだけ飛行能力しかない生き物があんな巨体維持できるわけないんだよな。体を空洞化してギリギリ飛んでると思われてるから、少なくとも人を抱えて飛ぶなんて到底無理なのは確か。プテラ自体の体重が 20kg 程度と言われてる。効率悪そう。じゃあ海に突っ込んで魚取った後はどうしてたんや。知らんけど口だけ突っ込んでたんちゃう。そらそのままモササウルスにパクーよ。体の筋肉も骨格から推測されるにかなり貧弱で、足で獲物を掴むなんてことは無理だと言われている。プテラノドンに乗れるという風潮。化石から想像してるだけで実際は飛べたかもわからんような。ティラノサウルスさんだって毛が生えてたわけだし。生えてるわけないやろ、気色悪い。いつの時代の学説言うてるんや。遠い遠い親戚みたいなユーティラヌスに毛があったってだけで飛躍しすぎやで。毛はやっぱなしってなったんじゃないっけ。あいつ全長8メートル近くあるくせに 20kg 程度しかないんなっけ。とんでもない広がりやな。昔の方が空気軽かったって聞いたけどどうなの。結局わからないことだらけっていう。なんで学説があっち行ったりこっち行ったりすんの。学者は僕が考えた最強の恐竜発表してんのかよ。という説もある程度だし、飛んでたから飛んでないかはまだ証明できんよ。滑空してたなんて断言はできない。
いろいろな考えを持った科学者や図鑑があるんだし、まだ解明はできてないというのが一番賢い。ちなゴキブリも飛ぶことはできない、滑空だけ。こいつらがいた時気圧が現在よりかなり高かったという仮説もあるよな。当時の空気中の酸素がなんとやらとかあるからわからんな。グライダーが飛ぶという表現があるのだから、飛ぶでも何の問題もない。いやキリンと同サイズのプテラが 20kg とか冗談やろ。キリン1トンやからな。軽くても 500kg くらいないとおかしいで。飛び終え？滑空は飛んでることにならないの？飛びとか芸儀を申し立てる。グーの辞書やけど飛ぶ空中を移動する。吹かれて空中に舞うってあるから滑空してんのも飛ぶでいいんやないかな？それともなんかの専門分野では自力で羽ばたいて飛ぶ以外は飛ぶじゃねえのか？シャチの骨格見た時に恐竜の復元は信じられなくなった。飛べないものが飛んでるところを見たいと思うのはバカではないな。羽ばたいて飛ぶのだって結局風に乗るわけだから滑空も飛ぶの一部だろ。コンドルが飛べないとかも何の冗談だか調演を行ってショー見てこい。なんだヘリクツスレカサーファーは波に乗ってるんじゃないよ。ボードのおかげで浮かんでるだけだよ。これでいいか？タコみたいにして飛び上がって滑空してたんじゃないの？恐竜学の博士が取れるのってどこの大学だっけ？確か日本に一つだけあるんだよな。プテラノドンは4つ足で助走つけてから飛ぶと聞いた。泳いでたって可能性はないのん？時をかけるおっさん見たくなってきたが、どうも海中生物の方がおもろいからそればっかり見ちゃう。ティラノサウルス修正されすぎ。常々こんな巨体が飛べるわけないよなとか思いながらも、あの時代を生き延びてきた生物ならもしかしたらっていうロマンがあるわ。でもさすがにケサルコアトルの飛行は無理があるでしょ。じゃあグライダーは飛ぶと表現してはいけないのか？バズライトイヤーの名言ってまだ通用する？コウモリって飛んでるけどいつも溺れてるみたいに羽ばたくよね。そんな感じで空で喘いでる姿が想像できる。適当なこと言うな。ジュラシックパークでバッサバッサ自在に飛んでただろ。新しい説で足の骨格精密に調べたら剣が通る穴がわかり、足の屈伸バネにしてその場から2メートルほど飛び上がれたので羽ばたいて飛べたというのがわかった。よく言う博士。キリンと同サイズなのはケツアルコアトルだと思う。プテラノドンの8メートルって翼長だから胴体はちっちゃい。恐竜の学説ってすぐ変わるよな。滑空だったら木は登れるのか、崖は登れるのかってなるね。顔の形も飛ぶのには最適なんだがな。違う、そうじゃない。プテラノドンが滑空してるか飛翔してるかなんてどうでもよくて、生きて動いてるプテラノドンが見たいんじゃ。翼にする膜が異常に伸びた小指から広がってるのが分かった時はドン引きしたな。よく言うは恐竜じゃない定期。滑空のみだと着地後に肉食獣のカモだろうね。ある程度の飛翔能力はあったような気がするが、滑空は飛ぶではないってのはどうかと。古生物学は数年で常識変わったりするし、研究が積極的に行われているしほどコロコロ変わるのはある意味仕方がない。最後までご視聴ありがとうございました。面白かったと思ったらぜひチャンネル登録と高評価お願いします。次回も見てください。